はい、どうも、てくれです。というわけで今回は、美容系の動画ということでね、普段はつけてるマスクっていうのをつけないで撮っていこうかなと思います。で、突然なんですけれども、皆さん、肌の手入れって知ってますか？まあ、これを見てる女性の方だったら、当たり前でしょ。何を当たり前のことを言ってんだって思うかもしれないんですけれど、男性って結構、肌を気にしてない人が多くて、中にはもう化粧水つけたことないっていう人や、そもそも化粧水は何っていうレベルの人もいるんですよ。まあ、今のご時世的にマスクをすることが多いから、そこまで肌を見せるってことはないかもしれないんですけれど、ここ最近では男性のそういう美意識っていうのが結構上がってきていて、よく YouTube の広告とかでもヒゲ脱毛の宣伝とか肌をきれいにする宣伝とか結構見たことある人多いと思うんですけれど、ヒゲ脱毛とかもそうなんですけれど、今のご時世的に外に出るのっていうのはちょっと厳しいじゃないですか。でましてはもう自宅にずっといる僕みたいな人からしたら、まず外に出たくないって思っちゃうんですよ。でそんな人のためにとっておきの商品があるので、今回それを紹介していこうと思います。それがこちらです。ダン、新感覚の次世代メンズ美顔器アクリス。というわけでこちら美顔器でございます。で今回はこちらのアクリスを実際にレビューしてみて、どういった商品なのかというのを皆さんにご紹介していこうと思います。ぜひこの動画を見て肌に対する意識などを高めてもらえたらなと思います。それでは早速ご紹介していこうと思います。では実際にご紹介していこうと思います。ではまず中身から見ていこうと思います。こちらの箱に入っているものはアクリス本体と保証書と取扱説明書と充電ケーブルとケースですね。あとこちらの美顔器で使うこういうジェルもあります。もしジェルがないよっていう方がいたら、ジェルがなくても化粧水や乳液など美容液とかでも代用が可能です。ちょっと出してみましょう。こちらなんですけれど、わかりますか？もうカメラが反射しちゃうぐらいもうピッカピカなんですよ。こちらにライトがあるんですけど、このライトの部分と後ろのこちらの金属の部分、こちらの2つを使って美顔器っていうのを使っていきます。で簡単にこのアクリスのモードを説明していこうと思います。アクリスには3つのモードが入っていて、 LED ブルーライトセラピーモードというものと RF モード、そして最後にマイクロカレントモードっていうのがあります。最初に言った LED モードっていうのは、さっき紹介したこちらのジェルを使わなくていいモードで、ニキビや肌の赤みなどに効果的です。主に油分などが多い肌におすすめのモードとなっています。で2つ目に言った RF モードというのは、さっき言ったこちらの金属の部分を使うんですけれど、こちらは主にラジオ波とも呼ばれていて、コラーゲンが生成されることで肌のツヤやハリというものが生まれます。なので肌色が結構明るめになって肌が若々しくなるんですね。マイクロカレントモードというものなんですけれど、そちらもここの銀色のやつを使うんですけれど、こちらは顔の筋肉の疲労を和らげてくれます。これフェイスラインをすっきりさせたり、肌そのものを健康にしてくれるモードです。で今回は一番最初に言った LED ブルーライトモードというものを使っていこうかなと思います。本体の横にボタンが一つだけついてて、それ以外にはボタンはついていません。一回押すとこのようにブルーライトがつきます。でもう一回押すとこちらの後ろの部分が水色になります。これが RF モードです。でもう一回押すと黄緑がマイクロカレントモードになります。あー最悪だ、ちょっとカメラついてなかった。ちょっともう一回ねやっていこうと思います。やり方としてはちゃんとね説明書を見ながらねやっていくんですけれど、1箇所に3分くらい固定させて、また3分後に別のものをやっていきますということらしいです。でこれ1回あたり15分ぐらいの使用なんですけれど、15分経つと自動的に電源がオフになってくれるので、いちいちタイマーなどをセットしなくても自動的に時間がわかるので、そこもすごく楽です。でね15分間ずっとこうやってね同じとここうやってねやってるだけの映像っていうのも退屈だと思うので、とりあえずねまた15分間また15分やっていこうと思います。まずちょっとねどんな感じなのかっていう様子なんですけれど、これだけです。これをまあ3分2分ぐらいやって、次こうやって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 こんな感じでねやっていくので、15分後お待ちください。おっと、ふぅ、あ、いろいろ終わったわ。というわけで、一応15分、まあ実質30分くらいやった結果にはなっちゃうんですけれど、どうですか？画面で見た感じ。ビフォーアフター一応出しときます。どれもアフターみたい。あ、でもなんか肌白くなってない？一回だけなんで今やったの。全然効果がね、バッて出たわけではないと思うんですけれど、これをね、まあ1ヶ月とかちゃんとやってれば、早くて1週間とかでも効果出る人はいるらしいので、まあ継続してやることで、素敵なね、肌を皆さん手に入れられると思いますので、概要欄の方に Amazon の購入リンクがありますので、ぜひ興味のある方はリンクに行ってみて、実際に触れ合ってみてください。というわけで今回は、あ、いつの間にメガネかけてた。
というわけで今回はメンズ美顔器アクリスを紹介していきました。ぜひ肌を本気で綺麗にしたい、若々しくなりたいって思っている方は実際に自分の手元で持って肌を元気にできるように頑張ってみてください。ぜひ今後の動画で今日の動画と比べて肌がどれくらい綺麗になっていくのかっていうその成長過程をお楽しみください。